皆さんどうもタイガーです。お疲れ様です。今回ですねやっていくのは久々にあるキャラを使います。初心者の方には絶対に必須なキャラで、まあ今上のクラスだとそこまで使われてないんですけど、今回ねハンデキャップ、見えないリーグ、パワーアップ対象ということでスライムを使います。そして裏をね鬼んこにします。まあこれにもしっかり意図がありますが、キャラ数はいるんだけど手数で押せないから、ちょっと試してみますね。大型とこの中型のバランスそこまで良くはない。スライム鬼んこだけでだいたい完結できるとは思うんですけど、ちょっとね大型の2体が、まあ空は見れるんでしょうけど、どうだろう。まあ、フォアが1体、トレが1体で完結されてしまう。なんとかなればいいんですけど、打ちましょうか、とりあえず。さあ、あぶねえ。というわけで、まず上の鬼人行きましょう。下はゴーカイジャーか。じゃあ、ゴーカイジャーは、スキル打ってくれる待ちなんですけど、スキル打たない。スキル待ち、重剣士、重ねミスってるの良くないなぁというわけで、スライム、重剣士重ね。またこれは行きましょう。さあ、ブーン。飛ばされちゃいましたけど、しょうがない。さあ、重剣士さん、スキル打ってくれませんかね。だいぶ中型使っちゃいましたね。本当はこんな使いたくなかった。良くないですね。さあ、後ろはバサーカーで見ますが、だいぶきつい。しかも拾われちゃった。どうしようかな、あれ、後ろ。ここまで来たらゼウス行くか。サタが来たね。さあ、このね、中型はやれるんだ。やれないの、それ。マジですか。さすがに2枚抜きはされないでほしいんですけど、どうでしょうね。ちょっと恐ろしいですね。ああ、一応やれた ?OKOK。やれましたね。はいはいはい。じゃあ、スライム流して、いや、これね、多分ね、これしか裏付けしか行ってないんですよね。負けはしないと思うんですけど、勝ちはないかな。さすがに。ライン戦行きましょうか。まああれもバサカやられちゃうんでダメですね。スライムと鬼んこの相性がめちゃめちゃすごいんですよ。とてつもなく強いんですけど、スライムと鬼んこがすごすぎるがゆえに、剣士の裏技をちゃんと使ってない。もったいないなと思いました。でもね、マジでね、なんだろう。まあその鬼んこの豆をさ、スライムで拾うわけじゃん。スライムじゃねえわ、ほんまに。剣士で拾うわけじゃん。それだけですごい使いはずなんだけど、スライムでも拾っちゃうんだよね。どっち使おうって迷うね、これね。どっちでもいいんだろうな、でも。いや、剣士からの方がさすがにいいのかな。はい、それではね、やっていきましょうか。とりあえず、スライムと人工重ねるのは OK。いいんだけど、それとは別に、剣士でもしっかり拾ってあげよう。必ず全部スライムで豆拾えるわけじゃないだろうし。やっぱ剣士で豆を拾うことによって、豆がね、豆を持った、剣士、進撃キャラがですね、どんどん前に行くと。それはそれで強いよねと。あ、でもこれどう?大型のパワーはちょっと低めかもしれないけど、太っちょ剣士と鬼んこの相性もいいよね。でもこれオーバーだよね。どう考えても。そんなに、鬼んこの豆ないよね。そんなに鬼んこの豆ないよね。騎馬兵?取れるのはでかいんだけど、だいぶ。ただ、スライムが、まあ、分裂は一応してくれたのか。さすがの騎馬兵の数、スライム驚いてるね、これ俺。ちょっと。ゾンビ、ここで来る。ただ、ゾンビさんが、スキルを打つかによると思うんですけど、はい、打ちますね。じゃあ、これさ、アリゾンではないんだけど、相手のゾンビ頑張りすぎではないですか?もしかして。で、なんかダメージ入ってるんですけど、何ですか?はいはいはい。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 うわお!まあ、やられるんだけどね。
え、待って、倒してんだけど。あ、じゃあ、ライン下げ、ま、下げま、下げま、下げますー。さよならこれ勝ちましたね。はいはいはい、豆拾ってやられたら爆発するから、やられたら爆発、はい、守りましょう。バカボンのパパ、そう、この子はバカボンではない、バカボンのパパ、この子じゃない。ドラゴンライダー、白米ガッチシではありましたけど、なんとか寝ましたね。点差勝利ですけどね。なんだろう、鬼子が入ったんかな。え、待って、キメガがちょっと頑張りすぎてた。あ、これ無理だ。キメガやられたから天狗引っ張ってケツ当てしなきゃなとか思ったら、キメガがやってたわ。やること。偉いな。いや、スライムのこの安定感な、キバヘ、全然怖くないね。はい、それではやっていきましょう。続いてスライムおにんこ。これおにんこってキャラがそもそも強いのに、このスライムっていう相性いいキャラと組み合わせてしまって、なんだろう、もしかしたら捕まる。え、これめっちゃ良くない？バランスは。え、ブルーとヘッジで見れて、困ったらレードラを置けて、大型もロボが軸に戦って、困ったら進撃にしてクイーンビー合わせる。で、火力はいる。足がないぐらい。キャラ数がちょっと少ないぐらい。まあ、スライムで時間稼いで、どうなるかってところ。ユースケか。ちょっとめんどくさいかも。取れたら神。取れないかな。ああ、ユースケくん天才だね。この子ずーっとこのまま来ちゃうんで。ちょっとめんどくさいんで、ここでスライムオニンコで倒して豆を拾わせる。豆が出てくる。で、ここだな、問題は。まあ、ロボガかな、さすがに。お、なんかいる。ここで、スライム、あれ、迎撃になって、進撃になってない。しまいもスライム撃ちゃうか。はい。ドン。撃たれんな？オーケー！天才！これで一回撃にしちゃおう。一回撃にしちゃおう。剣士置いちゃおう。おにんこも置いちゃおう。で、相手が大型これ切ってきたら、クイーン行くから。取っていく。素晴らしい。さあ、進撃しよう。で、剣士置いてくるはずだから。なんか剣士できた。なんだなんだ。さあ、スライムレードラドン、結構削ってると思うんだけど、クイーン行こうか。で、おにんこも行って、裏技剣士も行って、前攻めてこう。止まんないでしょこれ、さすがに。さあ、ヘッジ、スライム、裏技剣士、ととととと。分裂しない、君。まあ、さすがに勝ったと思うんですけど。分裂しないね。干渉いけるかな？さすがにいけるか。素晴らしい。というわけでいけましたね。スライムおにんこ。めちゃめちゃ相性いいからね。バランスよし。2000ごとで帰りましょう。はい、それではね、続いていきます。1、2、3、4戦目かな？はい、やっていきましょうか。やっぱレードラは正義だね。安定感ありすぎ。ブルードも強いんだけど、レードラの安定感が凄まじいわ。ポックルは強いんだけど、ポックルプラス、ブルガっていうのがちょっと仕事被っちゃってる気がするんで、リスケしていきましょう。これでいこうかな。
まあ、迎撃がね、スライムしかいなくて、スライムではね、相手のキャラをね、倒しきれるわけではないので、特に3コストとかね、そこら辺だけ注意して、でも最悪、スライムに剣しか重ねて倒しに行くっていうのもあり、相手が中型であれば、耐久値が薄くあれば、相手にもし足がいないならばベビー切るのもありですね。ああ、いるならば、まあこれちょっと一発は撃ちますけど、正直諦めムード。うん、まあしゃあない。お ?C。はい。これは、なるほどね。じゃあパピオン行きましょう。なるほど。あそこビートル縛ってくのマジ天才的だな。強いな。おっと、それはまずいね。一応ここね、恨み対象になってくれてるんですけど、本当はここでね、あんま使いたくないんですよ。さあ、一応ここで大天狗切って、ドン!やった !OK! さあ、ここ行こうか。鬼子の豆も落としてあげて、さあ、鬼子の豆が出てるんで、いい感じのダメージ入っていくんじゃないかなとは思ってるんですが、ここね、ゾンビがいるのか。じゃあ、スライム。ここ、ベビーで行こう。これ、アビゾンじゃね?相手の。これ、相手のアビゾンビな気がするわ。うん。HP バー長いね。これ、アビゾンビだね、相手。でもね、多分これ、キャラ数的に負けないんで、アビゾンビ相手にも、こんだけ、こっちキャラ出てれば。一生スライム置いてあげれば勝てます。スライムね。まあ、これで、アビさん分が終わりと。まあ、アビさんでね、あるがゆえの、いいところ、一体多く召喚できる。はい。というわけで、完勝ですね。まさかのゾンビ、今回キャラグラやってんのかな?全然知らなかった。でも、スライムだから大丈夫と。はい、それではね、ラスト行きましょうか、ラスト。まあ、いつもやっぱ基本的には4戦で終わらしてるんですけど、まあ、今回もね、5戦やっていきましょうか。ちょっとね、5戦ずつね、やらなかった理由が実はちゃんとあって。まあ、それについてもね、話していけたらいいかなと思うんだけど、あ、虹窓か。ただちょっと大型がパワー的にどうだろう。おっと、これは UFO が腐ってるね。回収するキャラがいない。ちょっとこれ以上回せない気がするんで行きます。まあ、4戦でいつもやめた理由があって、まあ、それがトロフィーなんですよ。メインが。で、トロフィーの理由が、トロフィーって、まあ普通にやったら無料分5枚あって、まあマックス10回砕けますと。つまり15回チャレンジできるんですよね。あ、そしたら5回かける3回ちょうどいいじゃんって思う方いると思うんですけど、違うんですよ。剣士見てからカラトロしてくれる人が結構多くて、もちろんカラトロの動画を上げてもね、何も生まれないじゃないですか。あ、もちろんカラトロを上げたいですよ。ありがとうございます。なので、そうした場合、砕き回数がどうしても足りなくなってしまいます。なので必然的によいしょシマリス回復入れて鬼んこを死なせないで。おお、そこでそれが出てくると、そいつは倒せるけど全滅していく。はい、ミノ。ただね、ミノね、出すんだけどね、ミノね、スキル負けするんだよね、これ。なんか知らんけどね、あいつがスキル打ちまくるんだよね。意味わかんないよね、これ。ほんとに。さあ、豆は拾うんだけどさ、この後だよね、問題。さあ、ブラガワ行くよ。ブラガワ行くけどさ。はい。なんか負けてね、こっちのキャラ。マジで言ってる?これ。止めたけどさ、負けてんな。この後だよね。キャラいないよ、もう。ブラガしかいないから。これ負けたな。ケルベロス2体重ねがラビットにぶっ飛ばされちゃった。スライムにケルベ重ねたんだけど、ダメだったね。あいつは剣士を食ってるやつだから、体力は少ないんだけど。もうブラが剣士を止めれちゃうんで、ちょっとこれ時間ないですね。一応、剣士置きますけど、多分大砲とあれで飛んじゃうと思うんだよね。一応ブラがね、上ね、ワンパンにしてくれてるんだよね。だから、頑張るけど、どうだろうね、これ。
時間足りないかな、ブラグが殴ってくれればワンチャンあるってぐらい。惜しいなぁ。ガチ惜しい、ガチ惜しかったけど残念ながら点差敗北ですね。これウサギリーダーですね。ウサギリーダーじゃなかったらあんなにウサギ強くないから。えぐい。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。今回スライムやっていきました。で、お相手やっぱりウサギリーダーでした。はい、点差負け30だったかな、ランカー落ちしてしまいましたが、まあまあまた頑張りますと。最大召喚数が1体増え、攻防 HP が少しアップするスライムさんに、相性がめちゃめちゃいいおにんこを合わせていきました。おにんこね、激レア出てるらしいね。これ持ってないんだな持ってると思ってた。はい、おにんこ激レア次出たら揃えたいと思います。めちゃめちゃ強いからね。今すごい安定してます。剣士の裏技が加工されない限りは、まあ、もしくはね、鬼子が加工されることもあんまないと思うんだけど、もし鬼子が加工されたら話変わるけど、そうならない限りは、トップ級の S ランクなんじゃないかなと思ってます。スライムとも相性いいから今回組み合わせてきました。というわけで皆さん今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さんチャンネル登録の方、ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったらぜひご視聴ください。それでは、お疲れ様です。